デフレ京子町です。今回披露させていただきますのは2022年度演舞アスミ。テーマは市姫神社の女人返り咲き物語です。時は江戸、明るい声が飛び交う京の町。しかし厳しい風潮によって次第にその声は沈んでしまいます。女神と姫だるまの助けを借りながら逆境にも立ち向かうしなやかで凛とした女性を京子町一同全力で表現いたします。自分らしく咲き誇れ。あなたも一緒に夢を追いかけませんか。よろしくお願いします。それでは参ります。昔昔あるところに働く女性たちを見守る女神市木島姫の御事と使いのまーん丸姫だるまがおりました。ぎょうさん売れたらええな。ひたむきな彼女らを見守らん。澄んだ空に赤き朝日が昇り、新たな物語が幕を開ける。だるまさんが変貌し、働く女性たちの居場所を奪い去ってゆく。影をさまよう私の声よ、誰にも届かなくて、霞む空に望み続けるありのままの世界。ケビスに押し置いて、姉さん六角雑魚二色、視野破った赤松万五条、せったチャラチャラうおのたら。爽やかに現るスケール目が風光明媚な景色へ包み込んでいく。美しきご加護でタネマが呼び起こされ、彼女たちと共に奮闘し始める。あの日の願いを胸に、だるまよいざバイラン。京子町の皆さん、ありがとうございました。
続いての演